ラッシュバレーまでまだ随分かかりそうだね。そうね、退屈だね。ウィンリー、ウィンリー、何呼んだ。苦しゅうない、聞こうよれ。ああ、マスタング大佐、お前は今日から二等兵だ。寝言？まったく、何の夢見てるんだか。それにしてものんきな顔ね。よだれまで垂らしちゃって。とても国家錬金術師の顔には見えないわ。それでいて、子供っぽいって言われると怒るんだよね。ああ、なんだか釣られて、私まで眠くなってきたみたい。じゃあ、ある。着いたら起こしてね。ちょっとウィリーまで。鋼の錬金術師ドラマ CD 霧のオグタール、前編。そこのあなた。僕のことですか、おばあさん。そうじゃよ。三人で旅の途中かな。これはなかなか。どうしたんですか、どこか具合でも。いやいや、そうではない。私は旅の占い師でね、ちょっとした未来を占うことができるのじゃ。お前さん、まだ若いのに随分苦労しとるね。え、まあそう言われてみればそうかもしれないですけど、ちょっと見ただけでわかるものなんですか。まあ人相じゃな。人相？ああ、なかなか顎ががっしりとしておる。おばあさん、ひょっとして目が悪いとか。バカにするでないぞ。ちゃんと耳は聞こえておるぞ。え、いや、だからそうじゃなくて。誰と話してるの。起きたんだね、ウィンリー。何？実はね、この占いのおばあさんが。占い？何の騒ぎだよ。もう着いたのか。兄さん、実はね、占いの。占い？そんなことで大騒ぎしてたのか。まったく、女子供じゃあるまいし。何よ、悪かったわね。私はどうせ女で子供よ。あんた占い興味ないの？占いだよ、すっごいんだよ。未来のことが分かっちゃうんだよ。まあまあ、ウィンリー。うさんくさい、興味ない、信じない、以上。お前さんたちは何かを探す旅をしとるようじゃの。当たってるよね、兄さん。残念、全然違うんだよな、これが。何、当たってんじゃない。素直じゃないわね。うるせえ。西じゃ、西の方に向かうとええじゃ。次の停車駅で降りてひたすら西へ向かうのじゃ。さすれば大切なものが見つかる、とこう出ておる。だって兄さん、どうする。どうするもこうするも、そんなうさんくさい話信じろって方が無理だね。そうだね、急に行き先を変えるなんてできないよね。占いは気になるけど、ラッシュバレーには行きたいし。だろ。信じる信じないはお前さんたち次第じゃって。それではの。
いや、ちょっと待て。もし、まさかとは思うが、もしそこに本物の賢者の石の手がかりがあるとしたら、はあ、ないって保証もないし、もしかしたらってことも、ああ、くそ、考え出したら気になるな。こんなに気になるんだから、ひょっとしたら本当に行けば何かあるのかも。もし、それであると俺の体が元に戻る方法が見つかるってんなら。もしもし、エド？降りるぞ。え？次で降りるって言ってんだ。ちょっと、え？占い信じてないんじゃなかったの？うるさいな、いいんだよ。一応確かめてみるだけなんだから。そこで手がかりの一つでも見つかりゃ、めっけもんだろ。まあ、それはそうだけど。分かったら、行くぞ。ちょっと待ってよ、エド。アルモ、ラッシュバレーはどうなるの？荒野に掘ったて小屋が一つ。それも風で吹き飛びそうなのがね。これが駅なの。なんで俺の方を向いて言うんだよ。決まってんでしょ。怒ってんのよ。あんたがこんなとこで降りようなんて言い出すから。どうすんの。次の列車が来るの明日なんだからね。もう今夜はどこに泊まるのよ。確かあのばあさん西へ行けって言ってたよな。ちょっと、でも兄さん、誰かに聞こうにもここ無人駅みたいなんだけど。トランクの中に地図があったな。あった。西だろ。この山の方じゃないかな。オグターレ村。オグターレ村か。そこにあるのかな、僕たちの体を元に戻せるような何かが。さあな。ばあさんははっきりそうは言わなかったけどな。ま、ここでこうしてても始まらないし、とりあえず西に向かって歩いてみるか。とりあえずって無計画すぎない？だからってここで夜を過ごしたくないだろ。それにほら、オグターレ村も地図で見るとそんなに遠くなさそうだし。本当だ。じゃあこの村で一泊しようか。なんか名物料理とかないのかな。エドのせいで寄り道することになったんだからごちそうしてよね。ああ、なんで俺が。ほら二人とも早く行きましょう。で、結局村に着く前に日が暮れちまったわけだが。霧も出てきたしね。これ以上先に進むのは考えた方がいいかも。疲れたよ。もう歩けない。こんだけ視界が悪いと下手に進むのはまずいな。道に迷いかねないし。よし、今夜はここで野宿しよう。ちょっと待って、野宿って何？私は嫌よ、こんな薄気味悪いところで寝るなんて。じゃあ夜通し歩くか。第一ウィンリー、もう歩けないって言っただろ。嘘つき、村まですぐだって言ってたくせに。地図で見たら本当に近いんだよ。俺だってこんな山道だとは。おい、何か聞こえないか。やめてよね。怖がらせようったってそうはいかないんだから。静かにしてウィンリー。何よアルマで。野犬がいるみたいだね。ま、野犬が出てきても3人いりゃなんとかなるだろう。ウィンリー、噛みつかれたらバッチャに頼んでオートメールにしろよ。ちょっと、あんたたちはともかく、私はか弱い女の子なんだから。ち、何か聞こえるよ。こっちに近づいてくるみたい。ある、いい加減にしてよね。しつこいわよ。うわぁ、海に後ろ。うわぁ、ちょっと、おい、海に危ないって。冗談だからスパロン振り回すなよ。冗談いってぇなぁ。
で殴るなよ。しかも頭を、背が縮むだろ。またがどもがか弱い女の子だよ。脅かす方が悪いんでしょ。だいたい単価部の分ちょっぴり背が高くなるかもよ。うんねー、ちょっと静かにして。二人とも馬車の音が聞こえるよ。馬車？本当だ、こっちに向かってきてる。いやあ、それにしてもびっくりしたよ。こんな山奥で君たちみたいな子供が突然現れるなんて。それにしても、なんでオグターレ村に行こうと思ったんだい？あ、まあ、いろいろあってさ。おじさんはオグターレ村から来たんですよね。よろしければ村について何かお話を聞かせてもらえませんか？そうだな。僕は通いの行商人だから詳しいことまではわからないけど、オグターレは山あいの本当に小さな村なんだけどね。なんでも山奥に住む神獣を祀っている一族がいて、その一族が代々村を治めているんだとさ。神獣？なんだそれ。神の獣、空を飛ぶ四本足の獣だって言うんだよ。まあ僕は見たことがないから、いくら話を聞かされても信じられないけどね。どうせおとぎ話かなんかだろ。僕もそう思ってたんだけど、村の人たちにとっては違うみたいだよ。彼らの話によると、神獣は100年以上も前に現れて、それ以来村の守り神として祀られているようなんだ。野生の動物を見間違えたんだろ。田舎によくある迷信だね。ところがそうじゃないらしいんだ。最近その神獣が村の近くにちょくちょく現れて、家畜や人が襲われてるんだって。しかも神獣が山を降りてくるようになってから、どういうわけか昼間でも霧が晴れなくなってね。以前はそんなことなかっただけに、すっかり村は暗い雰囲気になってしまったんだ。ただの迷信じゃないみたいだね。占いのおばあさんが言ってたことと何か関係あるのかな。さあな。まあ知ってる話はそれぐらいかな。どうしてもオグターレ村に行くって言うんなら十分気をつけた方がいい。じゃあそろそろ僕は寝させてもらおうかな。毛布はそこにあるのを好きに使っていいよ。おやすみ。おやすみなさい。さすがに今日は疲れたわね。僕はちょっと見回りしてくるよ。さっきの夜景も気になるし。悪いな、アル。サンキュー。うん、おやすみ。ねえ、エド、起きてる？なんだよ。さっきの話、どう思う？神獣の話か。まあ、凶暴なクマかなんかを見間違えたんじゃないのか。霧が濃くてよく見えなかったんだろ。本当にそうなのかな？だって、空を飛ぶって言ってたじゃない？そんな化け物が本当にいたらどうするの？まあ確かに、行商人相手にあんな作り話しても別に村が得するわけでもないし、変だよな。でも俺、ああいう話を聞くと何か裏があるんじゃないかと思っちまうんだよな。エドは錬金術師だもんね。不可思議な出来事でもちゃんとそうなる原因があるんだ。魔法のように見える錬金術だって、無からは何も作り出すことはできないからな。
それはそうなんだろうけど。ねえ、エド。ん？寒くない？もう夜中だからな。霧も全然晴れないし。寒い。やっぱり毛布一枚じゃ寒いわよ。もっと他に何かないのかしら。さっき毛布借りた時見たけど、他に代わりになりそうなもんはなかったぜ。エド、あんた平気そうな顔してるけど寒くないの？寒いけど仕方ないだろ。我慢だ、我慢。ああ、もう我慢できるならその毛布貸しなさいよ。私は凍えて死にそうよ。おい、ちょっとウィリー、俺の毛布返せ。2枚重ねれば少しはマシでしょ。で、俺はどう？くし、サビ。はい。なんだよ。仕方ないからあんたも入れてあげるわよ。ほら。私のせいで風邪でもひかれたら嫌だし、二人でくっついてた方がもっとあったかくなりそうだもんね。だからってあんましくっつくなよ。なに、照れてんの？変なこと考えないでよね。なんでお前なんかに照れなきゃいけないんだよ。冷たい。そこはオートメールだって。見つかるといいね、元の体に戻る方法。ああ、あのさ、ウィリー、昼間はその付き合わせちまって悪かったな。なんだ、寝てんのか。緊張して損した。オグターレ村まで、そうだな、あと半日ぐらい歩けばたどり着くと思うよ。じゃあ今日はベッドの上で寝られるのね。女の子二の宿はきつかったろ。どうもありがとう。お世話になりました。じゃあな、気をつけていけよ。さようなら。さて、村までもう一頑張りだな。そろそろ半日くらい歩いてると思うんだけど、まだ村に着かないの？もう着く頃だと思うんだけどな。ああ、そっか。なんだよ。小さい人は歩幅も小さいもんね。誰が真似つぶどっちめか！遅れてるのはこの青霧のせいで前が見えないからだろ！そうだね、昼間なのに薄暗いもんね。視界が全然効かないよ。ねえ、そういえば神獣って人も襲うって言ってたよね。この霧の中で襲われたら。ああ、後ろからそーっと近づいてガブリってな。ま、あるはこんな金属の体だし、俺はほら人と比べてほんのちょっとばかり小柄だし、この三人の中で一番食い出があって美味しそうなのは間違いなくウィンリーだよな。うわ、やめてよ。この不気味な雰囲気、何か出ない方がおかしいくらいよ。もうなんでのこのここんなとこまでついてきちゃったのかしら。だいたいエドが悪いのよ。占いなんか信じて列車降りるなんて。兄さん、何かいるよ。兄さん、ウィンリー、静かに。足音が。こいつが
心中なのか。霧のせいで影しか見えないけど、お気に。ああ、こいつは。こいつは牛？普通の牛みたいだけど。なんだ、脅かさないでよ。もうっていうか、エドも怖かったんじゃん。うわーとか情けない声で言ったりして。な、言ってねえよ。俺がいつそんな情けない声出したよ。アルも聞いたよね。え、まあ、なんだよ、アルまで。俺がそんな。あなたたち何してんだね。うわそう、お前ら。その、俺たちはオグターレ村を目指してるんだ。村はまだ遠いのかい？オグターレ村？オグターレ村なら。風で霧が。おい、あれは。あれがオグターレ村だよ。なんだ、もう村のすぐ前だったんだね。けど昼間から薄暗いし、不気味な雰囲気の村ね。本当にここに何かあるのかな。兄さん、ま、悩んだって仕方ないさ。行ってみようぜ。いらっしゃい。兄さんたち見ない顔だな。旅の途中なんだ。すごい霧だね。泊まりたいんだけど、部屋空いてる？泊まり客3人とは嬉しいね。もともと旅人の多い村じゃなかったけど、近頃はこの霧のせいですっかり商売上がったりだよ。はあ、お腹すいた。どこかご飯食べられるところありませんか？うん、うちで料理も出してるんだが、何しろ村がこんな状態だからね、大したもんは出せないよ。なんか名物料理とかないんですか？名物か。うん、村のチーズで作ったシチューがうまいんだが、この霧が昼も晴れないんでね、作物は育たんし、牛も乳を出さなくなっちまってな。悪いが、今出せるのはパンくらいしかないな。やっぱりこんなところ来るんじゃなかった。あのまま素直に列車に乗ってたら、今頃はラッシュバレーで何か美味しいものが食べれてるはずなのに。じゃあそのパンを2人分もらおうかな。ウィンリー、約束通りおごってやるよ。安いもんだぜ。はいや。そっちの鎧の兄さんは何か注文ないのか？あ、僕はいいです。お腹空いてないし。そうかい。しかし珍しいこともあるもんだ。こんな片田舎に大道芸人が来るなんて。俺たちのどこが大道芸人なんだよ。いや、どっから見ても違うのかい？ただの旅行者ですよ。旅行って、こんな山奥に？まあ、ちょっと探し物をね。あれ、確か前にもこれと同じような話をしたことがあったような。こりゃますます珍しい。この村にただ旅行に来るやつなんてめったにいないからな。そうだ、あん時アルがラジオ壊して。おい、アル、勝手に店のもの触って壊したりしないように気をつけ。あっちゃ、言ってるそばからこれかよ。違うよ兄さん、僕じゃないよ。そんなに何度も同じこと繰り返さないもん。ごめん、今の私なの。見たことない方のラジオだったから、どうなってるのか見ようと思って落としちゃった。おじさん、本当にごめんなさい。ったく、しょうがねえな。ああ、いいや。それはだいぶ前に買ったやつなんだけどね、いくらも使わないうちにすぐ壊れちまったんだよ。今じゃただの飾りさ。でもずっとお店に置いてたってことは大事なものだったんでしょ？まあね。でも形あるものはいつか壊れるもんだし。あ、
片付けるの待ってください。今僕が直しますから。え、直して？はい、これでいいですか？なあ、あんた一体どんな魔法を？なあ、それは俺たちが錬金術師だからです。エルリック兄弟といえば少しは名の通った錬金術師なんだけど。はて、エルリック兄弟ね。おい、お前たち誰か知ってるか？錬金術師のエルリック兄弟だってよ。エルリック兄弟だって？なんだいブランド、お前さん知ってんのか？知ってるも何も、エルリック兄弟といえば兄の方が国家錬金術師の。こんな山奥で有名人とお会いできるなんて光栄です。あの僕はこのような鎧に身を包んでいらっしゃるから二つ名が鋼なんですね。何かおかしいことでも？あのねお兄さん、エルリック兄弟の兄貴の方はそっちの金髪で、こっちは弟のアルフォンスです。え、じゃあこのちっちゃいのは？あれは親指出しちゃって。ちょっと兄さん、よしないよ。こんなのいつものことじゃない。いつものこととか言うな。しょうがないじゃない、どう見てもエドの方が子供っぽいんだから。間違えられたって文句言えないでしょ。なんだと？もう兄さん。いや、誠に申し訳ない。誤解とはいえ不愉快な思いをさせてしまいましたね。許していただけますか？ね、ああ、分かってくれたならもういいよ。それでは改めまして、私はブランドン・ザッカーマン。エドワード・エルリックだ。この村には有名な錬金術師とかいないのかな？いや、錬金術なんてのはさっき見たのが生まれて初めてだね。何しろこんな辺境の村だからセントラルからの情報も入ってこないしね。ね、そうなの？おいおい、こりゃ占い外れか。こんにちは。あ、モニカ。あら、お客さんがいるの？珍しいわね。どうしたんだい？昨日行商人がここへ来たって聞いたわ。お肉か卵があったら少し売ってもらえないかしら。病気の父さんに少しでも栄養のあるものを食べさせてあげたくて。そりゃ構わねえが、親父さんの具合良くないのかい？彼女は？彼女はモニカ・スティングレー、この村の村長の娘だよ。村長の？あ、これ代々神獣を祀ってきた一族の末裔だ。村長が病に倒れていてね、今は彼女が村長代行しているんだ。ありがとう。いや、モニカ。ブランド、まだこの村にいたのね。モニカ、昨日の話ならはっきりとお断りさせていただいたはずよ。どうして分かってくれないんだ。この村のためになるってことは散々説明しただろう。あとは君さえ決断してくれれば。何度言われようとも私の返事は変わらないわ。あの山には近づくな、それが代々言い伝えられてきたこの村の掟ですもの。まだそんなこと言ってるのかい。モニカだって分かっているんだろう。この村が今のままでは立ち行かなくなるということぐらい。それは言い伝えを守らずに山に入ろうとしたからだわ。だから山の神がお怒りになって。でもそのお怒りさえ静まれば神獣様だってきっと。本当にそうなのか？本当にあいつが村の守り神なら村が発展しようとするのをなぜ邪魔するんだよ。痛い、手を離してちょうだい。すまない。でもモニカ、もう話することはありません。ブランドン。すまない、見苦しいところを見せてしまったね。一体何があったんですか？私はセントラルの鉱山会社の調査員なんだ。この村の山に貴重な金属の鉱脈があると睨んでその調査をしたいんだが、モニカが村の掟だって
真珠の山に入れさせてくれなくてね。貴重な金属？それってどんな金属なんですか？バナジウムだよ。バナジウム？あの軽くて頑丈な鋼を精錬するのに欠かせない。本当に鉱脈があるならすごいけど、調査をしないとわからないんですよね。これを見てくれるかな？ペンダント？そう、これは私が村を出るときにモニカがお守りとしてくれたものなんだが。これってバナジウムの結晶？その通り。しかもこれは彼女の家に古くから伝わるものらしいんだ。なるほど、この近くで採取された鉱物の可能性が高いってわけね。で、モニカさんがくれたって？ああ、今はセントラルで暮らしているけど、私はもともとこの村の出身なんだよ。モニカとも幼馴染でね。昔は君たちのように仲が良かったはずなんだけど。君たちのようにって？エド、これよ。ああ、何が？もう、占いのおばあさんが言ってたじゃない、探し物が見つかるって。バナジウムであんたのオートメールをさらにパワーアップさせられるってお告げだったのよ。いや、そんなわけないだろう。ブランドンさん、真珠なんてただの迷信ですよね。そんなの凶暴なクマか何かを見間違えただけよ。迷信なんだから村の掟なんて無視して山に行きましょう。あ、いや。今の声は？モニカ！なんだ今の悲鳴は？外からだよ、行ってみよう。こいつは、まさか本当に真珠？真珠だ。こんな村の中心にまで入ってくるなんて。どうしてこんな。モニカ大丈夫か？真珠様、お願いですからもうおやめください。長年村を守ってきてくださったのに、真珠様はもう私たちをお見捨てになったのですか？ライオンの胴体とコウモリの翼を持った獣、こいつは真珠なんかじゃない。錬金術で生物を合成して作った化け物、キメラだ。なんだって？嘘よ、そんなはずないわ。だって、じゃあ私たちの一族が代々守ってきたものは何だったの？来るぞ！地中から壁が。これも錬金術なのか？あんたたちは早く逃げろ！兄さん、真珠の正体がキメラだったとはな。これがおばあさんの言ってた探し物なのかな。さあな、けど可能性はある。殺さないように捕まえて調べる。行くぞアル。うん、兄さん。なんだ、オートメールが言うことを聞かない。ぶっ飛ばしやがって。やっぱり手も足もオートメール部分が動かない。兄さん待ってて。この炎はまさか。これは貸しにしておくぞ、鋼のマスタング大佐。それにホークアイ注意、ハムストラング少佐まで。辺境の村に怪物が出るとの情報を聞いたのでな、はるばる来てみればそこには知った顔がいたわけだ。うぬぎ、逃げる駒を伏したか。我輩と引き戻せ。大丈夫？ずいぶん追い詰められてたみたいだけど。サンキュー、ちょいとトラブルが起きてね。おい、ウィリー。エド、大丈夫？おお、エドワード・エルリック。どうなることかと心配したぞ。捕まっちゃった。くた、キメラの怪我よりよっぽど重傷ね。うん？
たちの助けでキメラを何とか追い返すことができた。しかし責任を感じたモニカさんは神獣を追って一人山の中に入っていってしまう。モニカさんを探し、その山の中へと足を踏み入れた僕ら、そこで待ち受けていた真実とは。鋼の錬金術師ドラマ CD 霧のオグターレ後編、月刊少年ガンガン5月号にてお楽しみに。ラッシュバレーに向かっていた兄さんと僕、そしてウィンリーの3人は不思議な占いに導かれ、オグターレという小さな村に立ち寄ることになった。オグターレでは神の獣、神獣と呼ばれる存在が崇められていたけれど、最近その神獣が村を襲い、そして謎の深い霧が村を覆うようになってしまっていた。オグターレで僕たちは村長代理として神獣を祀る巫女モニカさんと、モニカさんの幼馴染のブランドンさんに出会う。村を襲う神獣をマスタング大佐たちと共に撃退した兄さんは、その時神獣の正体を知る。神獣は錬金術によって作られたキメラだった。鋼の錬金術師ドラマ CD 霧のオグターレ後編。なあ、まだ終わんねえの？うるさいわね、焦らせないでよ。オートメールは精密機械なんだから。くそ、こんなところでキメラと戦う羽目になるとはな。ついてないぜ。でも兄さん。ああ、おかげでこの村が錬金術と無関係じゃないってことは確実だな。はあ、肝心なところでオートメールが壊れなきゃな。今頃はキメラを捕まえられたかもしれないのに。何よ、オートメールが壊れたの私のせいだとでも言いたいわけ？あんたの使い方が荒っぽすぎるんじゃない？俺のせいなのかよこれ。でもおかしいわね、こないだ私が整備したばっかりなのに。手抜いたんじゃねえだろうな。って、うわっ、危ねえ。はないけど、ウィンリー、スパナで人を殴るのやめた方がいいと思うよ。まったくだ、あるじゃなきゃ死んでたぜ。あんたがかわさなかったらあるには当たらなかったわよ。俺なら言ってのかよ。本当にウィンリーはガサツで。何よ、二人とも静かにしててよね。集中できないと余計時間かかるでしょ。調子はどうだ鋼の？おかげさまで、なんとかね。案外かかるな。悪かったですね、今やってますから。ん？なぜ怒る？いや、まあちょっと。そんなことより村の様子はどうなんですか？うん、パニック状態は収まったが、混乱している者もいる。何しろ村の守り神であるはずの神獣が村を襲ってきたのだからな。キメラは見つかったんですか？アームストロング少佐とホークアイ中尉に追跡させたのだが、いかんせん相手は空を飛ぶのでな、見失ったそうだ。そうですか。なあ大佐、あのキメラが村で崇められてきた神獣だってのは間違いないんだな？ああ、まあ実物を見たのは初めてだという村人もいたので、正確に同じものだと断定はできないが、伝承で語り継がれてきた神獣の姿と概ね一致しているようだ。神獣がキメラだったとはな。こいつが鍵なのかもしれない。ねえ、そもそもキメラって何なの？キメラっていうのはね、錬金術で2つ以上の生物を1つに合成した獣のことだよ。神獣と呼ばれているあのキメラはライオンとコウモリから合成されて、さらに改造を加えられていたみたいだな。見た目が化け物っぽいから誤解されがちだけど、キメラの研究ってのは何も獰猛な生物兵器を作るとかそういうのが目的じゃないんだ。もともとは生物の進化論を実証するための実験だったんだよ。より大きい卵をたくさん産む鶏とか、美味しい肉の取れる牛だとか、そんな分野の研究だよね。
それだけじゃない。そこから派生して細胞の自然治癒力を高めたり寿命を伸ばしたり。まさかあの神獣が不老不死のキメラとでも言うつもりか。村の人たちはそう言ってんだろ。あいつが伝承で語られてきた神獣だって。まさかキメラが子供を産むとも思えないし。だったらもともと寿命を伸ばして数百年生きてるって考える方が自然だよ。だが不老不死の研究なんて昔から腐るほどされてきたって聞くぜ。もしそうだとしたら、あのキメラを作った錬金術師は相当な実力者だよね。だろ。その錬金術師はもう死んじまったかもしれないけど、記録ぐらいは残ってるかも。そこに僕たちが求めていた答えがあるかもしれないんだね。それじゃあ、あのおばあさんの言ってたこと本当だったのね。なんだあのおばあさんというのは。いや、それは。そもそも君たちはなんでこの村にいたんだ。ラッシュバレーへ行くのではなかったのか。私はそう報告を受けていたぞ。初めはそのつもりだったんだけどな。列車の中で占いのおばあさんに言われたんだよね。駅で降りて西へ向かえって。そしたら探し物が見つかるって。ちょっと待て、占い？なんだよ、悪いのかよ。いや、話を続けたまえ。しかし占いね、鋼などという二つ名を持っていてもまだまだ子供だな。うるせえ。だから大佐には言いたくなかったんだ。とにかく大事なものが見つかるって言われりゃ気になるだろうが。そういう大佐はどうしてこの村に。ああ、怪物がたびたび村を襲うので何とかしてほしいと軍へ通報があってな。そうなんですか。エド、ちょっと足動かしてみてくれる？うん。ま、いいんじゃねえの。いつも通りって感じだぜ。おかしいのよね。こないだ交換したばかりのパーツがもう錆びてたのよ。それで動作不良を起こしたみたいなんだけど。おい、まさか安い部品を使ったんじゃないだろうな。そんなことしないわよ。エドこそもっと大事に扱いなさいよね。こんなしょっちゅう壊されてたらずっと私がついてなきゃならないじゃない。ずっとウィンリーにつきまとわれるのか。それはちょっと嫌かも。なんですって。失礼ね。大佐、よろしいですか。どうした、ホークアイ注意。失礼します。君は。ブランドン・ザッカーマンです。今回のこの村のことを軍に通報したのは私です。そうか、君が。どうした、ひどく慌てているようだが。モニカを助けてください。モニカが一人で神獣の山に入っていったんです。なんだって、キメラを追っていったのか。そうなんだ。神獣が襲ってきたせいで多くの村人たちがこの村を去ろうとしていてね。その責任を感じたモニカは神獣を探しに山の中に。ちょっと待て、モニカというのは誰だ。もっと落ち着いて分かるように説明してくれ。モニカは代々神獣を祀る村長のスティングレイ家の娘なのです。母親が幼い頃に亡くなり、父親も病に伏せってからは村に関する一切のことを彼女が代行していたんです。だから神獣が村を襲うようになったのは自分の力不足なんだと思い込んで。まさかそれで自分で何とかしようとしたとでも。おそらくは。何でもかんでも全部一人で背負い込んで、まったく頑固なやつだとか言いつつすごく心配なんでしょう。だってさっきからずっとモニカさんにもらったお守りを握りしめてるんだもの。それは。ブランドンさん、山のどこにキメラの住処があるのかわかるか。いえ、山の中は昔から村長の一族以外立ち入り禁止で、私も何も知らないのです。モニカを探すのにどうか軍の皆さんの力を貸していただけませんか。このままではモニカはキメラに。うん、捨ててはおけんな。わかった、注意、早急に準備を整え出発だ。モニカ・スティングレイの捜索とキメラの捕獲ですね。俺たちも行くぜ。そのキメラの住処に何か資料が残ってるかもしれねえからな。私も同行させてもらえないでしょうか。民間人を同行させるのは正直気が進まないが、来るなと言ったところでついてくるのだろう。
勝手に山に入られて君にまで遭難されてはたまらんからな。私も行くわよ。モニカさんのことももちろん心配だけど、あのバナジウムの結晶も気になるわ。かなり純度が高いの。あんなのがゴロゴロしてるとしたら。遊びに行くんじゃねえんだから足手まといになるなよ。決まりだ、行くぞ。うん、意外に深い森だな。だいぶ暗いですな。道も細いですし。いつキメラが出てくるとも限らん。隊列を組むぞ。少佐、先頭を行ってくれ。続いてホークアイ中尉とブランドン君、エドとロックベル城は私の後ろに、そしてシンガリはアルフォンス。頼めるか。わかりました。地図もなし、道案内もなしではいささか心細いわね。それにすごく静かでちょっと不気味ですね。おお、これはかなりでかい吊り橋ですな。下の川までは相当高さがありますね。あ、ほら、この橋を渡った向こうに山が見えるでしょう。あれがきっと神獣の住む山と言われていたところですよ。モニカもここを渡っていったに違いありません。ずいぶん古い吊り橋ですね。流れの早い川ね。落ちたら厄介よ。ちょっと怖くない？風でグラグラ揺れてるわよ。大佐、私がまず先に渡ってみましょう。慎重にな、少佐。心得ております。では。あれ、見てみろよ。かなり危なっかしい橋だぜ。大丈夫かな、少佐。お、無事渡りきった。かなり弱っておりますが、揺らしたりせず慎重に歩けば、2、3人は同時に渡れそうです。よし。では、ホークアイ注意。ブランドン君と共に渡ってくれ。了解しました。準備はいいですか、ブランドンさん。はい。よし、次は我々だ。行こうぜ。ウィンビー、兄さんと先に行きなよ。僕は重いから最後に行くことにするよ。そうなの？うん、大丈夫だから行って。ウィンビー、早くしろよ。ちょっと、あんまりせかさないでよ。私にも心の準備ってもんがあるんだからね。なんで手をつなぐんだよ。恥ずかしいだろ。向こう岸でみんなが見てるじゃねえか。絶対話さないでよ。話したら怒るからね。分かった、分かったよ。またスパナでガツンとやられちゃたまらねえからな。微笑ましいことだな。ねえ、エド、ちょっと。なんだよ。やけに揺れない？ちょっと変よ。吊り橋っていうのはそういうもんなの。ビビってるからそう思うだけだろ。だってさっきと明らかに揺れ方が違うもの。ウィンリーが重いからじゃねえの？なんですって？バカ、静かにしてろ。ますます揺れるじゃねえか。いかん、ダメ、ロープが切れるぞ。え？ウィンリー、大変だ。ウィンリーちゃんが川に。大佐とエドワード君は橋のロープに捕まって二人は落ちずに済んだようです。今ウィンリーが。くそ、霧で見えない。つけ、今アームストレング少佐が我々を引っ張り上げてくれる。彼女を探すのはそれからだ。そんなの待ってられっかよ、ウィンリー。飛び込む気か。バカはよせ。離せ、離してくれ。暴れるな、よせ。ここはどこだ？結構流されたな。くそ！
だいぶ下流まで流されちまったみたいだな。とにかくウィンリーを探さなきゃ。野犬か。うるせえ。お前の相手してる暇なんかねえんだよ。まさかウィンリーも野犬に襲われてたりしたら。ウィンリー、どこにいるんだよ。あれは無事か。よかった。エド、ずぶ濡れじゃない。あんた、もしかして私を助けるために川に飛び込んだの？まあな、別に大したことじゃねえさ。エド、あんた、オートメールで水に入っちゃいけないってあれほど言ったでしょ。まったく、なんてことしてくれんのよ。早く乾燥させなくちゃ。なんだよそりゃ。え、ひょっとして野犬？さっき俺が追い払ったやつが仲間を呼んできたのかも。俺から離れんなよ。え、これじゃキリがないぜ。うわ、苦戦しているようだな、鋼の大佐。マスターグ大佐、二人とも無事か。これで貸し二つ目だ。この私の炎を味わってみるがいい。せい。しけたマッチ。何？私を愚弄するのか。だって大佐ズボ濡れじゃないか。ハッカフが湿気出るから炎が錬成できないんだよ。私に講釈するな。しょうがねえな。ほらよ大佐、これ使いな。なんだこれは。流木と岩から石斧を錬成したんだよ。透過交換だからこんなものしかできねえけど。まるで原始人だな。なかなか似合ってるぜ。ま、素手よりマシか。あれ、なんだ、急に野犬が逃げていきやがる。負けを認めたか。ミニ、どうした。あそこにクマが。クマだと。マトリ、貴様の相手はこのワンハイである。少佐。おお、無事であったか、エドワード・エロリック。いやいや、大佐にウィンリー殿も。心配になって様子を見に来たのだが。さあ、ここは我が家に任せて先に。頼むぞ、少佐。承知。すっげえ怪力。岩を頭の上まで持ち上げるなんて。お、クマのやつ、さらに大きな岩を持ち上げたぞ。なかなかやるな。しかしこれはどうかな。あいつらは一体何をやってるんだ。キリがなさそうだ。ここは少佐に任せて先を急ごう。大丈夫なの？見ただろ、今の。殺したって死なないよ。あの銃声は方向へ注意か。急ぐぞ。キメラに囲まれてるぜ。大佐、ヘドワード君たち無事だったんだね。心配かけたな。悪い悪い。今はとにかくキメラを何とかせねばならん。全員伏せろ。今度こそ私の炎を見せてやる。逃げたか。もろに食らわせてやったはずだが、しぶといやつだ。大佐、ありがとうございます。ブランドン君も怪我はないか。はい、
大丈夫です。ところでアルはどうした？アルフォンス君は吊り橋の向こうに取り残されてしまったから、川を渡る別のルートを探すと言って別れたわ。大丈夫かな？ま、心配ねえだろ。それでは出発しようか。逃げたキメラの後を追っていけばきっとモニカもそこに。向こう側へ細い獣道が一本続いています。キメラはここを通っていったと思われます。よし、急ぐぞ。ブランドンさん、ペンダント落としましたよ。ああ、すまない。はい、ダメですよ。モニカさんがくれた大事なものなんだから。二人の愛の絆でしょ。愛って、僕とモニカはそんなんじゃないよ。またまた、この前だってじっとそのペンダント握りしめてたじゃないですか。いや、その、でもそんなに大切に思っているならモニカさんの気持ちももっと考えてあげた方がいいんじゃないですか。え？真珠の正体はキメラだったし、バナジウムが採掘できるかもしれないし、ブランドンさんにとってはこの山をさっさと切り開いてしまった方がいいのかもしれないけど、モニカさんにとっては真珠もこの山も一族が代々受け継いできた大切なものなんでしょ。村を発展させるためだからといって簡単に失ってしまうことはできないんじゃないかな。そういうモニカさんの気持ちをもっと思いやってあげないとかわいそうですよ。だけどモニカ自身だって辛い目に遭っているんだ。この村がもっと大きければ、あの時彼女の母親だって。どういうことかね。モニカの母親は彼女が子供の頃急な病で倒れたんです。この村にはその病に効く薬がなかった。村がもっと大きければ薬にこと欠くことはなかったでしょう。あるいはこの山に道が開けていれば近くの町から薬をすぐに取り寄せることができたかもしれない。結局ろくな手当てもできず、モニカの母親は死んでしまった。幼くしてお母さんを亡くし泣いていた彼女の姿が忘れられないんです。そしてあの時モニカに何もしてあげられなかった自分が悔しくて、だから僕はこの村を変えたい、そう思ってるんです。ブランドンさん、どうやら道の終わりが近いようです。なんだこの景色は。見渡す限り白いぞ。枯れ木の林ですね。こんなに大きいのは珍しいです。なんだか不気味な感じですな、大佐。アームストロング少佐。たく、いつの間に。もっと獣の骨か。元は狼かなんかだな。うわ、ゴロゴロしてる。ここまで続いてるのかしら。ねえ、こんな地獄みたいなところ早く抜けましょう。これが真珠の山の正体なのか。こんな荒廃しきった場所が、これがモニカの守ろうとした神のいる山なのか。落ち着けよ。それは本人に会って確かめればいいことだろう。すまない。何の音だ。滝のようだな。もう少しでこの林も終わりそうだ。滝壺の前にキメラが。この辺りにあいつの住処があるってわけだな。先ほどは仕留め損なったが、今度はそうはいかん。襲ってきたぞ。チッチッ。氷の壁か。鋼の助けられたな。では今度はこちらの番だ。少佐、援護を頼む。
5秒で仕留めるぞ。承知しました。やめてー。モニカ無事だったのか。危険だ。そこをどきたまえ。何をやってるんだ。早くこっちに。リアリス、あなたたちが何と言おうと神獣様は村を守ってきたんです。まだそんなことを。いい加減に目を覚ませ。村の発展のためには古い飲酒から抜け出さなければならないってことがわからないのか。私の一族はずっとこの神獣様を祀ってきたのよ。オグタールの村に災いもなくずっと平和だったのは神獣様のおかげじゃないの。神獣は錬金術で作られたキメラだ。いい加減目を覚ませ。違う、そんなことないわ。神獣様、おやめください。モリカちゃん、危ない。クロタ、あれ、よあやつで逃げ出しました。何、滝の裏に消えていった。いや、洞窟があるんだ。行ってみよう。キメラのやつ、あのタイミングだったらこの俺をなぎ倒すぐらいわけなかったはずなのに、なぜ。中は結構広いな。奥も深いみたいだ。これは何か明かりがあった方がいいな。先ほどの枯れ木を追って松明を作ってきましょう。少々お待ちください。頼む。滝の裏にこんな洞窟があったなんて。この洞窟は自然の鍾乳洞ではないようですね。人の手が加えられているみたいだ。本当だ、歩きやすく道が作ってある。ずっと奥まで続いてるけど誰が作ったんだろう。そんなのキメラを錬成した錬金術師以外にいないだろ。この奥に何か手がかりが。お待たせしました。よし、奥に進もうか。大佐、俺にも一本くれよ。本当は君たちはここで待っていろと言いたいところだが、おとなしく待っているつもりなどないのだろう。まあね、真実は自分の目で確かめなきゃ気が済まないたちでね。私もです。一族が代々守ってきた神獣様の正体、それが何なのか私には確かめる義務があります。モニカ、私も行くわよ。っていうか一人でこんなところに残されるの嫌だし。仕方ない、はぐれないよう気をつけてついてきたまえ。では行くぞ。奥に行くほど広くなってるな。真っ暗で全然見えないね。キメラはどこにいるのかな。もう少し目が慣れてくれば。これは、見ろ大佐、足元だ。これは地面に錬成陣が刻みつけられている。やっぱりここが錬金術師の住処だったんだ。見てください大佐、ここに何か書いてあります。ガンドック・スティングレイ、ここに記す。スティングレイ、それってまさか私のご先祖様。ねえ、なんて書いてあるの。長きにわたりこの山にこもり研究を続けるも、要はこうだ。この洞窟でアリュー酸ガスや硫化水素を発見したガンドック氏はここに居を定め、錬金術の研究に打ち込むことにした。しかしガスは有毒だ。周囲の村に被害が出ないよう可能な限りその噴出を食い止めた。しかし自分の寿命が尽きた後のことも考え、この洞窟に人が近寄らないようにするためにキメラを作ったのだ。いつしかそのキメラを村人が神獣と呼び崇めるようになったのだ。ではやはり神獣様は錬金術で作られたのですね。でもこの洞窟を守るために作られたキメラがなぜ村を襲うのでしょうか。もともとはガスの危険な範囲に人が近寄ると追い払うような指令を受けていたのだろう。長い年月の間にガンドック氏の施したガスの封印が劣化し、ガスが噴出するようになってきた。そして今ガスの範囲が村にまで広がってしまったのだとしたら、それじゃあ、あのキメラは村に警告を。そう
ば神獣様に襲われて殺されたという人はいないわ。ああ、襲っていたというわけではなかったのだな。ガンドックさん、ご先祖様が私たちのために神獣様を残してくださったのですね。急いで村に帰り村民を避難させた方がよろしいですね。あ、そうだな。キメラは後回しだ。村へ急ぐ。あれ、エドは？さっきまでここにいたようですが。おーい、すげる資料がいっぱいあるぞ。ここは危険だ。村に戻るぞ。進化いかん、全員洞窟の外へ出ろ。硫黄の匂いだ。ガスが発生しているぞ。モニカさん、ブランドンさん、早く。はい。ちょっとエド、聞こえないの？危ないから避難するわよ。いかん、戻ってこい。ウィンリー・ロックメン。まったく、錬金術のことになるとまるで周囲が見えなくなるんだから。エド！あ、何の騒ぎだ。何の騒ぎだじゃないでしょ。この地震に気づかないの？地震？うわー、本当だ。ガスも発生してるのよ。早く逃げるわよ。何？くそ、ここまで来て。それどころじゃないでしょ。ほら、急ぐわよ。うわー、どうしたの？足が、オートメールが。こんな時に限って。そんな、ほら、私に捕まって。天井が岩が落ちてくるよ。ウィニー、俺を置いて逃げろ。この巻き声、キメラか。こんな時に。ウィニー、なんとか助かったようだぜ。岩は、キメラが俺たちをかばってくれたんだ。なんてやつ。死んじゃったの？ああ、かわいそうに。俺たち人間を守るために作られて、気が遠くなるほどの年月、こんな暗い洞窟でずっと頑張ってたのにな。エド、洞窟の入り口が。さっきの地震で塞がっちまったみたいだな。まさか私たち。ああ、どうやら閉じ込められたらしい。この岩に抜け道を連成できれば。体が動かねえ。多分このガスのせいだよ。やっと分かった。硫黄のせいで鉄の部品が腐食してしまうんだと思う。くそ、どうすればいいんだ。なんか体に力が入らない。俺もだ。みんな無事に出られたかな。出られてても簡単に助けには来れないだろう。このガスじゃ助けに来た方も動けなくなっちまう。なあウィンリー。え？ごめんな、俺が強引にこんなところに連れてきたばっかりに。ううん、私こそもっとこまめにエドのオートメールをチェックしてたら。そんなこと考えてたのか。ウィンリーには世話になりっぱなしだな。本当よ、エドには私がついてなきゃダメなんだから。そうだな、ウィンリー、感謝してるぜ。このまま
本当に死んじまうのか。だとしたら、アル、お前との約束、お前の体を元に戻すって約束も守れなくなっちまうな。ごめんよ、アル。気がついたんだね。間に合ってよかったよ。お前が助けてくれたのか。僕ならガスの中でも動けるからね。よかった、エド。ウィリー。おお、エドワード・エルリック。一時はどうなることかと思ったぞ。悪運の強いやつだ。すみません、私たちのせいで皆さんをこんな危険な目に遭わせてしまって。いいって、みんな無事だったんだし。けど、あの洞窟は。ああ、中は有毒ガスが充満しているだろうし、書物は岩の下だろうな。くそ、ようやく見つけた手がかりだってのに。大佐、私が先にオグターレ村へ危険を知らせに行った方がよろしいですか。そうだな、こうしている間にもガスは村に迫っているのだからな。住民には避難してもらうことになるだろう。では、もうオグターレ村は捨てるしかないのでしょうか。そうだな、気の毒だな。ちょっと待てよ。なんだ。それなんだけどさ、俺たち錬金術師の力で一つ奇跡ってやつを起こしてやろうぜ。何を考えている。皆さん、本当にいろいろありがとうございました。村のみんなも今まで通りキメラを神獣様として祀っていこうと言ってくれていますし。モニカさん、ごめん、キメラには悪いことしちゃったな。いいえ、キメラとしても本望だと思います。それに村の恩人のあなたを助けたことで、今度こそ本当にあのキメラは神獣様になったんだと思うことにします。ちょっと残念なのは、結局バナジウムの鉱脈はなかったってことよね。ああ、あのペンダントのバナジウムの結晶はガンドクが錬成したものだったんだな。ああ、あの研究所がもっとちゃんと調べられればな。しかし、あのガスから温泉を錬成するとはな、粋なものを思いついたな。まあな、ガンドックの日記はほとんどが山の地質調査研究の記録みたいなものだったから。あのガスは水溶性だからな、これは地形からしてもいけると思ったんだよ。いいアイディアだっただろ。モニカ、ちょっといいかな。え、何？僕は君に謝らなくてはいけない。今回の真珠の件でいろいろと君に失礼なことを言ってしまった。そんな、あなただって村のことを一生懸命考えてくれていたのだし、私の方こそもっとあなたと冷静に話し合っていれば。ミカ、そのペンダント持っていてくれたのね。ああ、昔君からもらったやつさ。でも僕にはこれを持つ資格はないな。鉱脈の当ても外れたし、僕ももうこの村からは用済みだ。そんなこと言わないで、ブランド。なんだかいいムードみたいね。ではお邪魔虫を退散するか。
鋼の錬金術師ドラマ CD 霧のオグターレ。声の出演、エドワード、パク・ロニ、アルフォンス、釘宮理恵、ウィンリー、豊口恵、ブランドン、三木真一郎、モニカ、久川綾、ロイ・マスタング大佐、大川徹、ルイ・アームストロング少佐、宇都宮健二、リザ・ホークアイ注意、ネアミチコ、謎の老婆、木内玲子、宿の店主、塚田正明、馬車の男、園部圭一、村人、蓮池隆三、大畑慎太郎。原作荒川博夢、シナリオ丸山純一郎、演出柏倉勉、音楽沢口和彦、音響制作テクノサウンド、企画制作スクウェアエニックス。以上でお送りいたしました。いい湯だな。事件の方も一件落着、全く気分がいい。我が輩の肉体により一層力がみなぎってくる。見よ、エルリック兄弟、美しいであろう。お前もそう思うか。あのクマ、少佐の友達なのかな。チッ、ご機嫌そうだな。それに引き換え、なんで俺が入っちゃいけねえんだよ。面白くね。しょうがないよ兄さん、ここの温泉は硫黄の成分が強いから、またオートメールが錆びるかもしれないってウィンディーに言ってたじゃない。せっかく俺が練習したのに。これじゃあ蛇の生殺しだぜ。ちょっと、どこ行くの兄さん。その辺をブラブラしてくるだけだ。兄さん、納得できるわけがないっつうの。俺一人でこっそり入っちゃうもんねーだ。お、ちょうどいい感じの岩陰がある。傷にちょっと染みっけど、こりゃいいぜ。誰かいるの？え、その声はまさか。うわあ、なんでエドが入ってるのよ。ごめん、まさかウィンディーがこんなところにいるなんて。そういう問題じゃない。さっき私があれほど温泉に入るなって言ったの忘れたの？結局いろいろあったけど、僕たちの探し物は手に入らなかった。でも兄さんにはいい息抜きになったみたい。この温泉は神獣の湯と呼ばれることになり、逃げていった村人も次第に村に帰ってきているらしい。あの占いのおばあさんが言ってた大切なものが見つかるってのも、あながち間違いじゃなかったね兄さん。